ポツダムにある中国風の建造物詩のわずりはヨーロッパで流行した中国趣味の美術様式で中国語を意味するフランス語、詩のワに由来する。17世紀に初めて登場した。中国及び他の東アジアで連綿と続けられてきた芸術に対するヨーロッパの解釈と模倣である。特に装飾芸術、庭のデザイン、建築、文学、演劇や音楽などを指す。 死のわずりは中国及び他の東アジア諸国との貿易の拡大化によって18世紀に人気を博し、その時代の中国、日本、その他のアジア諸国の芸術とデザインに触発されたスタイルだった。1750年から1765年にかけて、このブームは最高潮に達した。18世紀の中頃にロココ趣味と融合し、人気が最高潮となった。 ルネサンスから18世紀に入るまで西欧のデザイナーたちは中国の陶磁器の洗練された技術を真似ようとしてきたが一部で成功が見られただけだった。しかし17世紀後半から TZ に代表されるヨーロッパのファイアンスにおいて中国陶磁器の図案をそのまま真似る方法が始まりこれがロココイコールシのワズリとなって大きく流行した。フランソワ・ブーシェ 中国の庭17世紀初頭、東インド会社の活動が盛んだった、オランダやイギリスなどの地域の芸術に、シノわずリの兆候が現れ始め、17世紀半ばには、ポルトガルでも現れた。デリフトなどドイツの街で作られた鈴釉薬を用いた陶器には、17世紀以降は、まさしく明朝時期の白地に、青の装飾が施されていた。そして、マイセンの初期の陶器や、 その他の磁気産地の製品は中国の皿やカビニや茶器の形状を正しく模倣していた。やがてこれが本物のシのわずり装飾になると幻想的な山水風景に雲の糸の端がかかり、その中で中国の役人が花の日傘を差して竜や鳳凰を背景に涼しげな竹のようにもたれかかり、巻物の端からは猿が揺れるというような幻想郷が描かれた。 エカジェリーナ2世が作らせたチャールスコエセローにある中国村、ドイツやロシアでは、高期バロック様式やロココ様式の宮殿のパルテールに中国風の別荘が建築された。マドリード近くのアランフェスの宮殿でも壁面に中国風のタイルが使われている。また、スウェーデンのドロットニングホルム宮殿やロシアのチャールスコエセローには、余暇を過ごす村のすべてを 中国風に装飾した中国村が作られた。トーマス・チッペンデールは1753年から70年の頃、ガラス窓や縁取りを雷文細工で装飾した中国風のマホガニーテーブルやキャビネットを製作した。これらは初期の新潮の学者向けの家具にそのまま忠実だったが、ジョージ王朝時代の中期にはイギリス紳士にもぴったりのサイドテーブルや 四角く薄い背もたれのついた肘掛け椅子にも取り入れられた。篠わずりの主流となったのは中国風のデザインだけではない。日本の漆工芸を真似たニスや鈴スメッキ仕上げの器やジャンバティスト・ピルマンの彫り板を印刷した壁紙、陶芸の人形やテーブル飾りも当時の雑誌等は篠わずりとして取り上げた。 中国美術で飾られたロイヤルパビリオンの回廊をマントルピースの上に小さな仏塔を飾ることが流行し庭にはフルサイズの仏塔が据えられるようになったロンドンの旧地区にある旧ガーデンにはウィリアム・チェンバーズ教が設計した見事な仏塔が作られそれと同じものがミュンヘンのイングリッシュガーデンにも建てられた1770年代以降には 写実性を重視した新古典主義が生まれ、オリエンタル風に大げさに装飾されたシノわずり家具の流行は下火になった。とはいえ、イギリス王ジョージ4世がブライトンのロイヤルパビリオンにおいて内装の中国工芸品に大金を投じ、ウスターの陶器工場が派手な丸焼きの色餌食を真似て生産したようなケースもある。トロントのカセロマのような豪邸では、 壁紙には頬を描き篠わずり様式のベッドや陶磁器を備え、すべてを篠わずり様式にした客室を作ることがあった。篠わずりという言葉は、ある種の中国を題材とした小説に対して、型にはまっていると批判するときに用いられることがある。ありがとうございます。